皆さんこんにちは。本日はですね、石川和夫のエネルギーチャンネル、中にお美しい方がですね、場違いな人間と違っているんですけれども、大半の方はご存知と思います、川口真恵美さんです。ドイツ在住の作家で、本職はピアニストでもあられます。ありで、ました。なぜかですね、ドイツの評論などを繰り返される中で、エネルギー問題、ドイツのですね、社会問題でベストセラーを次々に書いてらっしゃいます。で、ご存知の通り、ドイツの脱原発がよくわかる本という読まれた方も多いと思うんですけど、とてもわかりやすい話を、エネルギー問題についての論考も書いてらっしゃいます。本日はよろしくお願いしよろましくお願す。いいたします。はじめまして。はじめまようこそいらっしゃいました。僕は何度か勉強会でお会いさせていただいて、とてもお綺麗でですね、上品な方と、ちょっと無骨な私が隣にいて恐縮なんですけれども、まずちょっと一つだけよろしいですか。石川さんがアメリカ帰りということで、先週行ってきましてね、ワシントン DC とシカゴ行ってきどんなて、雰囲気かってポイントだけ、まあ、ちょっとトランプ政権になってね、向こうでどういう政策か、安全保障とエネルギーどうかなということで、いろんな有識者の方とかですね、ヒアリングと称して、懇談をさせていただきまして、そのうちレポート書くんでまた見てください。ポイントは何かっつうとですね、ある程度予想してたんですけど、ワシントンってみんなトランプさんのこと嫌いなんだなって そうなんですか。やっぱりね、ヒラリーシフトだったんですよ。ね。で、もうトランプさんになるって分かったのは11月ぐらいじゃないですか、去年の。で、もう5ヶ月ぐらい、4ヶ月、5ヶ月経とうとしてるんですけど、まだやっぱり、あれでしょうね、全然そのアンチトランプっていうか、その火は消えていないなぁと、もう節々にですね、いろんな方とお話しして、揃いも揃って皆さん、そんな感じでしたね。だから、で、言ってる時に、例のトランプさんの予算プロポーザルが出たんですよ。と言っても、あれ、アバウトなので細かくはないんですけれども、やっぱり一番びっくりしたのは、国防費がすごい伸びなんですよね。10%ので、しかもね、すごいのはね、増税しないんですよ。国防費を上げます。その財源はエネルギーとか環境だとか、他のいろいろ産業、農業だとか、そこから削って持ってきちゃうっていうんで、日本だと絶対ありえないような予算案がホワイトハウスから出てるっていうので、これは結構本当なんだなというのと、エネルギーについて限ってみると、あれですよ。例えば原子力については、これはドイツでもおそらく問題になっていると思うんですけど、使用済み燃料とか高レベル放射性廃棄物のその捨て場、最後にどこに捨てますかっていう最終処分場、これは世界的にもまだどこも決まってないんですよね。で、これアメリカの場合、ネバダ州のユッカマウンテンってところが、ずっと前からこうやるとかやんねえとかいろいろぐちゃ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 言ってて、で、ブッシュジュニアの最後の頃に、なんかちょっとこれやばいなみたいな話になって、で、オバマさんになったらやっぱりダメだってことになって、ところがトランプさんはそれを予算をもう一回再開するんですそうよ。ですね。ってのは一つ、これはね、明るいっちゃ明るいんだけど、もう一つ、そうじゃない、原子力については、保証措置ってあるんですよ、融資、その政府が融資を保証するっていう、これがやめるみたいなね。あとね、オバマ政権が大々的に言った ARPA-E っていうね、研究プロジェクト全部あ、そう、研究開発も全部やめるってことで300億円飛ばしちゃうって、日本じゃありえないっていでうこもね、と面白いのはね、原子力については平和利用でしょ、発電って。それは今みたいな感じなんだけど、軍事利用については伸ばすんだよね。だから、分かりやすいですけど、今日、川口さん、ドイツの、これもちろんね、もう何十年もいらっしゃってあれなんですけど、ドイツの政治のその予算だとかっていうのは、細かな数字は別にして、そんなドラスチックになんかこう、変えられるどこを増やしてどこを減らすって、日本もないんですけど、ドイツもいや、それはありえないです。ないでそれはありえしょないです。それに大統領っていうのがいるわけじゃない。国体がまず違いますう。から、ですから予算なんていうのはもう一生懸命議論があって、ようやく変えていけるっていうか、決めていそうけるっでていすようところね。はアメリカとは違います。そうですね。トランプさんって、ちょっと幅広い質問ですけれども、ドイツ人ってやっぱり驚きを持って受け止めたんですかね、って当いう時かは。ね、ドイツはトランプ氏について、選挙中からずっとね、もう悪いことしか書かな かっ日たん本でもすそうよ。ですけそう、れ日ども本って、
まるで同じなんですけれど、はい、もうずっとずっとなんかもうヒラリーの悪いことはあんまり書かずに、はい、トランプの悪いことを書いて、はい、それでなんかちょっとでもトランプがいいとか言えないもう雰囲気で、言ったらもう異常性格者の感じぐらい、割とトランプの悪口が盛んだったんですけど、大統領になっちゃいましたでしょ、うん、そうしたら今度ずっとメディアはそれでも諦めずに悪く言ってて、で政府もね、一番最初のトランプ大統領になった次の日のなんかいろんなコメントで、なんかメルケル首相までがこれからアメリカと付き合っていくためにはこういう人権問題だとか同性愛を全てみんな平等に扱うとか、そういう民主主義の基本っていうのを守ってもらうことが条件だみたいな、かなり異常と思われるなんか発言をして、普通だったらおめでとうですよね。それが外務大臣もおめでとうのを言わなかったし、なんかそういうふうに始めあったんですけれど、でも今政治家はやっぱりいつまでそんなことやってたってしょうがない、そうか、同盟国だから、もう悪口言わなくなりましたけれど、メディアは未だに言ってますね。ニコ生の面白いところは双方向性なんですよ、ね、あれだけど香口さん、なんでドイツのその人ってドイツっていうか、まあ政治家の人もね、そんな選挙前か、あれじゃない、選挙前からそのトランプさんをそんなバッシングしてたんだろうね。日本の政治家では表向きトランプさんをバッシングしてる人っていなかったよね、日本では。でもドイツでは今おっしゃった、すごく政治家自体、大臣とかが悪く言ってました。珍しい。だから、まあ、民主主義を壊す勢力だというような言い方をしてました。なんか印象としてポリコレというのが建前っていうの、ドイツってかなり、それはすごく、日本もすごいんですけど、ドイツの方がそれはね、ある感じがしますね。言論の自由がドイツの方がこうないかなっていうふうに私は感じます。そうですよ、ね、民主主義を壊すって言ったら、トランプが民主主義を壊すという、うん、あれは要するにポピュリズムの一種というふうに解釈されて、ポピュリズムっていうのが悪口ですから、今あってはならないので、だから大衆に迎合してトランプ の、支持者は学がなくて貧乏でみたいな、そっちの言い方が。でも面白いですよね、民主主義による手続きでもって選ばれた大統領が民主主義を壊すってなんか変だよねみたいな。そうなんですよ、ね、アメリカのね、ある程度の世論っていうの、正当性がある意見っていうのもあると思うんですよね、トランプを支持してるのには。まあ、これちょっと雑談で僕の話なんてどうでもいいんですけど、やっぱりギュンター・グラスとか読んでると、ドイツの、ね、人たちの建前と、ナチスに対する変な感情からの二面性みたいなのが、彼の小説とかよく浮かび上がってくるし、この前帰ってきたヒトラーでも、建前で言ってるのとヒトラー役の俳優に言うドイツ人たちの本音が全然違ってるんですよね、だからちょっと日本よりそのポリコレが強いのかなっていうイメージは。いや、それは絶対強いし、それはなぜかっていうと、やっぱりホロコーストのことで、はい、ドイツ人は本当に苦労してるんですよ、それで もうそれを挽回するのに、もう一生懸命ホロコーストのことに関しては謝って謝罪をして、それでもう30年も40年もかかって、おそらく40年かかったと思うんですけれど、ようやくこう失地回復みたいな感じになって、それまではもうなんか人間じゃないみたいな扱いをあちこち行っても受けてて、それでも我慢してみたいな時代が長いんですよね、はい、ですから日本とドイツは同じ敗戦国でっていうふうに言いますけれど、だけど日本は経済成長がとかってそういうとこは似てますけれど、はい、でもその心の中の痛みみたいな、あれはホロコーストのがあるから、ドイツ人というのはかなり屈折してたと思うんですよね、だけど40年50年謝罪し続けて、で今なんか気がついてみたら、ドイツ人ってなんかモラル性の高い国民みたいになってるじゃないですか。だから脱原発をやったり難民を入れたりとかって言って、そういうふうにずっとそうやってね、ずっとその流れなんですよ。やっぱり今日実はその話に結びつくかなと思って質問したら、やっぱりマーンさんの仮説としてあると思うし、実は僕もあると思うんですよね。確かにね、原発って倫理問題に絡まざるを得ないところがあるんですよね。原発、ドイツの原発がああいうふうに突然こう、チェデウ、メルケル首相の、
キリスト教民主党メツェデウですけれど、はい、あの人が突然やり始めたのはもちろんすごく政治的なあの意味もあったんですけれど、うん、あれやんないとちょっともうあの選挙を負けるみたいな位置になってたんですよね、ちょうどあの2011年、うん、2011年だからっていうのもあるんですけれど、でもそんなことは全然言わずに、やっぱりその国民にアピールするときには倫理モラル、うん、そしてあの正しいことを世界に、私たちがどんなにあの例えば経済的に少し苦しくなって、うん、それでもやるんだみたいな、そうやってやるとね、ドイツ人ってみんなね自分たちのなんかこうモラルを信じてるんですよ、自分たちの良心とかそれを信じてるから、だからそうするとわってついてくる。だから難民の時もあれ難民他の理由がいっぱいあったと思うんですよ、入れた、はい、人道だけでやってたの、人道がまるでないとも言いませんけれど、でもおそらく 10% ぐらいじゃないかと思うんですよ、ね、そんな低いものなの、私はそういうふうに見て、こういうこと言うとまたね、ただ反ドイツとか言われるいやドイツを愛してらっしゃるからそういうこと言えると思うんですけど、ドイツ愛してるんですけれど、でも、はい、あの例えばそのアジアとの 90% は何かっていうと、まあ、他のもあるんですけれど、でも国民は自分たちは隣人愛 人道でやってるっていうふうにやっぱり思ってるんですね、ほとんどの人たちは、うん、ところがそれと現実って必ずギャップが生まれてくるわけですよね、うん、でもね現実のギャップはね無視しますね、無視します、うん、それは感じます、うん、はい、お感じになりますね、あの再生エネルギーの、ね、言ったことないんですけど、あの話で、感じますよ、あの私ドイツに訪問していろいろ政府系とか産業界とか消費者団体とか、はい、聞かせてもらって、やっぱ現地行っていいなと、まあ、先週アメリカ行ってこれはちょっと全然違う世界なんですけど、うん、ドイツ行ってとにかく思ったのは、あの今川口さんおっしゃったように、なんかなんちゅうかね、僕の言葉で言うとですね、やっぱりいい匂いと悪い匂いがあって両方あるんですよ、でいい匂いの方は思いっきりって言うんだけど、うん、悪い匂いの方は悪い匂いなんだけど、でもいい、なんかね無視するっていうかね、うん、そのそれがあったとしてもいいんだ俺はみたいに進むんだみたいな、でもできるはず、いい方は日本進むはずみたいな、まあ、僕はそのドイツの知識人とあんまし文献しか知らないんですけど、たまたまあったね、エネルギー関係の人なんて、まあ、某部品メーカーの東京代表です、あなら失敗するよはははって私には言うんですよ、ね、それは日本にいるからだってのと、その人の人となりかもしれないけど、例えばこれは川口さんもね再生エネルギーについていろいろ本書きになってますけど、私の場合はどっちかというと数字から入るもんですから、うん、その風力ね、北のドイツの北と南で北の方に風力がいっぱいあると、再エネいっぱいあると、これを南に持ってかなきゃいかんと、うん、持ってかなくてもいいと思うんだけど、なんか持っていくらしいんですよ、うん、そうすると送電線を新増設ね、新設と増設で2年前ね2015年現在で5400キロ作んなきゃいけないわけよ、うん、5400メートルじゃなくて5400キロ作んなきゃいけないわけです。だけど日本列島より長いですね。そう、そうすると計算すると1日15キロから20キロぐらい作っていかないと間に合わないんだけど結構ない、1日15キロって作れない。でも一昨年は1キロもできなかった。ああ、実はあの、ガイアのメッセージという映画で川口さんがちょうどね送電線問題を現地でリポートなさってるコーナーがありまして、とても反対運動してるところにね、はい、行ってインタビューしたんですよね。そしたらすごくもう頑張って野党からも与党からも私たちは支持されてます、うん、いやでもそれは反対運動なんですよ。あなるほど、だからそれ支持するとあれなのかね、あの票になるんでしょうか、ね、票にはなるんでしょうけど、うん、脱原発は遅れますよね。っていうかね、あの結局できないでしょって聞くとやるんだって答え返ってくるんだよ。地下に入れるって言ってましたもん、うん、もっと金かかる、うん、地中化するともっと金かかるすごいかかるし やれっこないんですけれど、でもやれるとなんかどっか信じ、だからドイツ人ってすごく冷静ですごく知的な人たちなんです。すごい人なんです。なのに小力あるし、うん、だけどその瞬間ね、うん、あれねパッと飛ぶの。しかもね一人二人じゃないんですよ、もう揃いも揃ってみんな要するに、いや作れるんだと。いやでもそれはね、うん、本当でもね彼らの特徴として、うん、突然ね方向を変えるんですよ、やっぱり。そういう時があるんですよね。ただ頭のいい人たちだから、そのやっぱりこれ間違ってたからこうしましょうとは絶対に言わなくて、うん、こうで正しいけどこっちの方が正しいかな、こっちの方が正しいかなみたいに、うん、いつも自分たちは正しいっていう理屈を壊さずにいつの間にか全然違う方向に持っていくっていう、すごいね、なんかこうそういう手腕のねある人たち。
なるほど、ドイツの歴史を見るとそんな感じはしますね。あのただ今脱原発もこっちが全然行ってないですよ。まだそこまでテンパってないというか、うん、状況がひどくなってる、どんどん悪くなってることは数字に表れてますけれども、うん、なんかでもねドイツの場合は脱原子力よりもあの自然エネルギー 100% か、うん、あっちの方がしんどいと思うな、うん、あのね、原子力はねそれ確かに安いし季節の原子力は安いしいいと思うけど、原子力の場合は天然ガスとか石炭で一応変えようと思ったら変えることはできるんだけど、うん、なんか自然エネルギーへのそのなんか宗教的なその、うん、なんか盲目的なそのなんていうの思いっていうのはこれ何者にも代替できないので、うん、本当にこのままどん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 ドイツは困りますよね。だってどんどんあれ金かかってきます、うん、そうなんですよ、ね、だから できるわけなくて、うん、あの私あのシュトゥットガルトで、うん、シュトゥットガルトの大学で風力の研究をしてる先生、うん、若い先生で中国人なんですけれど、うん、がいて、そこにやっぱりあのまたあるテレビの取材で一緒に行ったことがあるんですけれど、その人もう一生懸命風力開発してるわけだし再生可能エネルギーはいいもんだと思ってやってるんだけど、うん、絶対に 60% が絶対にもうどんなことがあってもリミットだってその人は言ってたんですよね、うん、だけど 60% も大変ですよねきっとね、うん、いやすごいと思う。稼働率 60% ですか。ちなみにですね今どんくらいかっていうのちょっとここで皆さんドイツ語のグラフなんですけど、はい、であのざっと見ると説あのはい簡単に言いますね、あのドイツ語なんですけど要するにこのね僕は持ってますよ、この緑これが再生エネルギーで2015年2016年はだいたい 29% なので3割、これがあの電力の構成ね、あのエネルギーミックスってやつですけど3割もうそろそろ今年は3割超えんのかなぐらいの見込みなんですが、うん、そのぐらい再生エネルギーで代わりに減ってるのが石炭と原子力と、まあ、こういうようなだいたいそういうような塩梅になってると、うん、こういうことですね。石炭は横ばいなんじゃないかな。だから石炭だと止めると困りますから、うん、原子力減るわけだから、うん、だから石炭増えますね。でも石炭は目標では、うん、私がいた時の政府高官は石炭は2018年に全てドイツの国内炭を閉鎖するとかなと。でなんでって言ったら CO2 だと。いや無理でしょ。でも去年も CO2 増えちゃったもんね。いやそれでねそのグラフなんですけれど、うん、これをドイツの新聞もそれから日本の新聞もなんかコトホイダーあの記事がたくさん出て、うん、すごい3割もいってる、いやもうすぐじゃあ5割もいくんじゃないかみたいな感じだったんですよ。でそれは私すごくおかしいと思って、でこれは平均すれば1年平均すればこれだけできてますけれど、うん、だけどいつも3割あるわけじゃなくて、で例えばあの私あの自分の本でも書いたんですけれど、あの降水量が何ミリって言った時にその何ミリが1年のうちまんべんなく降ってくれればいいけれど、1ヶ月か2ヶ月で全部降って大洪水になって人に迷惑をかけてそれで後の一時は全部左だったら困るわけじゃないですか。でも平均すればこれっていうこの数字がこの3割なんですよ。おっしゃる通りですね。だから全然そんな3割って言ってこの数字だけ見て成功してるっていうことは言えないわけで、成功してるかもしれないけどしてないかもしれないのに、あの100この成功として報道されたのはすごく意図的なものを私はドイツで感じたんですよ、うん、そしたら日本でも同じようにそれすぐに報道されて、なるほど、でドイツっていうのは素晴らしいじゃなくドイツにできることがなんで日本にできないってそういうふうになっちゃうんですよ。単純な、いやドイツでできても日本じゃできないっていうふうなマスコミいないですからね。実はね、うん、あの僕マスコミ人で分かるんですけど、どういうふうに情報が流れてるかって分かるんですよ。翻訳してる人がいるんです、うん、で翻訳してる人はあるシンクタンクに出すんですけれども、うん、まあ、名前出しちゃうと飯田哲也さんのシンクタンクなんですけど、そういう人たちがニュースレターを書くんですよ。それをまるまる仲のいいあのメディアの人たちが取り上げるんですよね、うん、で現地でコーディネーターする人はあのちょっとあのバイアスのかかってる人は緑の統計ですよね。そう緑、そうですよね、あの日本で実は5人ぐらいいるんですけど、あの川口さんみたいなバランスの右でも左でもないバランスの取れた方にコーディネーターをお願いするんじゃなくって、ちょっとバイアスのかかってる人たちに行くと必ずいつも出てくる日本のドイツリポートが、なんだっけ、あのフライブルクの話して、フライブルクって自由都市っていう意味なんですけれども、あの
100% 電化を目指して、あとなんだっけ、あのなんとかの村って言って100% 自由化をした村に必ず行くんですよね。その都市と村に行って、まあ、ドイツはこんな素敵な未来が開けてますっていう同じレポートばっかり3回ぐらい見ましたよ、うん、そういう笑い話なんですよね。でもね、日本人自体がドイツっていうのは環境大国っていうね、もうね染みついたイメージがあるから、ね、だから全部信じちゃうんですよね。そういうのを聞きたいわけですよ、やっぱり、うん、日本人、まあ、良くも悪くもね、80年前同じようなエリート集団がいましたよね。大日本帝国陸軍というですね、向こうにはナチってね、かっこいい、かっこよさにね、あの踊らされちゃって、なんか国を誤っちゃったのによく似てるなと、あの右と左真逆で同じことが起きてるなっていうのは笑い話なんで、やっぱりこのドイツのエネルギー政策っていうのはちょっと身近に行くと、あのやっぱり長いんですよね。そういう長いです。それはもうね、あの70年代からやってますから、はい、加速したのはやっぱり緑の党と SPD が連立組んだ加速したのはね、うん、チェルノブイリ、チェルノブイリですか、やっぱり、うん、チェルノブイリです。確かにパニックが起きたっていうのもありますよね、うん、それはもうね、あのそれまでは割と学生運動系の話だったんですよ、日本もそうですけど、はい、でチェルノブイリによって全国民の、例えばあの子供を持ってるお母さんとか、はい、そういう人たちがバッとやっぱり興味を持って、それからですよね。あ、まあ、日本の2011年とよく似てはいますね。それは当然の動きもあるとは思うんですけれど、うん、当然だ、近いですから、やっぱりだからあのすごく興味で、放射能が、放射性物質が実際に飛んできたからなんかね、それでドイツに行った時にやっぱりその今のね、川口さんおっしゃったチェルノブイリの時にドイツはその核じゃない、そのなんていうの、放射能の雨が降ったんだと、うん、で降ってどういう日が出たんですかって言うと、まあ、答えてもらえなかったんだけどそれでお隣がフランスじゃないですか、はい、西側にフランスがあってお隣で、はい、そこは原子力はいっぱい作ってて今、はい、あの比率は高くて7割ぐらい原子力で、まあ、原子力フランスの原子力はドイツもまあ多少買ってるんでしょうね、うん、なってるんだけれども、でドイツって、ね、面白くてね、あのでも隣フランスで原子力いっぱいやってるじゃないですかって聞くと、うん、あいつらは能天気なんだっていやだからね、うん、日本 に,、はい、に向けて日本はもうあのああの国民全員がね、うん、やめたがってるのにね、安倍首相がね稼働したがってるって嘘ばっかり書くんですよ、ドイツの新聞。ドイツの新聞そんなこと書いてあるんですか。書いてあったんですよ。それでなんか原発の大好きな安倍首相とか書いてあったんですよ。でそれってなんか全然まず違うし、そんなこと日本に言うんだったらまずフランスに言ってほしいって確かに。あと個別名を出しちゃうとまた良くないんですけれども、ネットでは騒ぎ、上杉隆さんという人、日本ではちょっと問題のある発言ばっかりしてる人が、せいであのドイツ国営放送の9時のって番組に出て、僕はあの真実を言ったから干されちゃってキャスター辞めさせられたとか、福島のことは誰も日本のメディア伝えてないとか、本当に言ったメディア、そうそう、いやそれ嘘言ったから辞めさせられたんじゃないんです。彼の評判がよく、あんまし名前出したらよくなくて、上杉さんごめんなさい、ただ事実ですからね、本当に放送を、それが YouTube に上がってて僕ひっくり返っちゃいまして、ってあの国営放送2つあるんですけど、はい、ドイツってやっぱあの菅元首相も、あ、ま、たもうね、もうすごくね、嬉しそうにっていうか、台湾でも同じことが起こったんですよ、話してらっしゃいますよ、うん、誰代理だったかな、日本だと菅直人さんって言うとあはははははで失礼なのかな、申し訳ありません菅さん笑いが止まらない、あっちだと原子力事故に向き合った総理大臣になっちゃうわけですね。そうなんですよ、なんか賞をいただいたりとかってなさったそうで、あのドイツで賞をもらってましたね、はエネルギー、あのドイツが菅さんに賞をあげたの、あの大きい民間団体が自然エネルギー普及に貢献した政治家の中に菅直人、なんかあのククってなってしまった。まあ事実は事実です、ね、事実は事実です、冷静に考えて、はい、あのよし悪しは別としてですよ冷静に考えて事実は事実で、やっぱり経済界とか起こってるし、そういう人と関係の強い保守党 の, ああのドイツの、政定フェーでした、あの保守党、保守、はい、キリスト教民主同盟ってやっぱり地主階級とか、あのそういう商工者とかが支持基盤ですけど、人たちもやっぱり賛成って言っちゃったんですかね、まあ今そうですけれども、なんかちょっとこう
明るいこうなんていうのかニュースに引きずられたっていうか、あまり真実を知らされてなかったっていうのもあったんじゃないかと思うんですけど、さっき言ったメディアとか思い込みとか、うん、ちょっと雰囲気でっていうか、ね、だっていまだにあの知らされてないですから。あ、知らされてない日本の今の現状とか、ドイツの話ですよね。ドイツ ドイツで、はい、その今じゃあ原発を止めていったら一体どういうことになるのかとか、はい、なぜその石炭とか火炭のが増えなきゃいけないのかとか、うん、あとたくさん再生可能なのができると他の国に迷惑かけてるわけじゃないですか、はい、勝手に電気が電気が流れたりしちゃうから、はい、それで向こうが欲しい時だったらば安くで買い叩いて買ってくれるんでしょうけれど、うん、でも向こうもいらない時っていうのがあるわけですよ、はい、日曜日でお天気が良くて風が吹いてたら向こうだってパンパンになってる。ポーランドが今ね困ってるっていうのネガティブプライスですね。そういうのも年に 何日かあったことがあるんですよ、ね、ありますよ。ポーランドチェコとか、ポーランドとかチェコはもともともう絶対それ嫌だって言って、うん、入ってこないに機械をつけたらしいんですけど、それをオーストリアが去年夏かなつけたんですよ、うん、オーストリアも困ってて、うん、のが入ってくると、うんうん、そしたらそれをなんかねドイツのメディアはなんて報道したかっていうと、ヨーロッパでこれからいろんなものを統合していこうとしている、電力ももちろん、うん、電線みんなにやっていくところに統合していく、電力統合というのをやっているのにオーストリアはそれの足を引っ張ってる。まあまあ、いや怒ると当然だと思うんですけど。それはドイツの骨合主義だね。いやでもそういうふうに言われると全然読んだそれしか知らない人はあなんかオーストリアってこうなんか自分の国だけを囲んでなんかやろうとしてるのみたいな思うじゃないですか。なるほど。なるほど。だからそこら辺がなんかすごくのちゃんとした本当の情報が伝わってない部分が。エネルギー政策のところはあるなというふうにドイツの方でいつも感じます。でもね、ちょっとだけごめんなさい、それはドイツのメディアがドイツは正しくて外国はダメだと言ってるわけでしょ。ドイツは正しいって言ってます、ね、日本のメディアにそういうメディアないよね。日本のメディアそういうふうになったら日本が悪いって言っちゃうよね。本当にそれが違うなみたいな。日本のメディアのいけないところは、うん、ドイツが正しいっていう放送するところで真似できないの。それは日本の報道がだけじゃなくて日本の政府も同じですね、うん、はい、でも染み出していく場所もないのに。そうですね、再エネ最良のものっていうのにみんな釣られてるわけですよね、うん、再エネの話なんですけど、まさに FIT 日本で今いろんな問題がいいところもあると実は僕は思ってますけれども、うん、FIT つまり強制買取制度っていうのはドイツが、まあ、日本で一番初めにちょっとやった面があるんですが、ドイツが大々的に導入しました、うん、まあそうですね、1996だったかな、うん、形になったのがですね、うん、もっと早くからありました、ね、ごめんなさい間違いかな、90年ぐらいから90年ぐらいからかもしれません。でも全然それが機能しなかった。だからまずあんな太陽光パネルが高すぎて、うん、つけなかった、つけられない。だから風はちょっとずつはあったんですけれど、うん、太陽光はもう後になってからバッと伸びました、ね、うん、はい、今どれぐらいかなり負担が多いって伝えられてるんですけれども、電気代として、家庭の電気代として賦課金だけでいくらでしょう。あ、ね、1ユーロ111円とか110円で換算するとだいたい今年は2017年は、うん、私が計算すると2500円から600円の間です。月ですね。月々。だって1年で3万円ぐらい賦課金だけでなるっていう思いますよ。うん、大体 3、4人の家族。大体ね、1990年の統計で日本が一番高かったんで、どうしても高くなっちゃうんですけど。そりゃそうですよ、だって円高だし。ところが、2010年からひっくり返ってドイツが世界で一番高くなっちゃったんですよね、まあ、ユーロの調整とかもあるんですけれども。でもデンマークとかスペインはもっと高いんじゃないかな、うん、デンマークが一番高いんで、うん、入れすぎ。ドイツが今2番目です、うん、そうですよね。でフランスはね当たり前なんだけど安いんですよ、うん、半分ぐらいじゃないですか、うん、半分でしたね。そうですよね。ただドイツはそこら辺がまた頭が良くて、うん、産業は保護してますから、だから産業に賦課金をかけて、そうそう、あまりかけてないんですよ、うん、免除しちゃってるんですね。免除するか、うん、もう全然低くしてあげるかっていう風になってるから、だからその産業、ね、のそういう免除してもらってる企業とフランスを比べれば企業の払ってるのはそんなに違わないっていう風に聞きます、はいはい、ただまあそれでもやっぱり高いって統計が出てますよね、うん、
でも日本ってそれやってないですよね、はい、で日本は今やばいって言ってるんですけど、そういう人たちも聞いてくれないんですよね、うん、あの日本ってね、この僕はちょっと関係者にお聞きしたいんですけど、日本はやっぱりメディアも国会もなんかね、産業界はどくでもねえやつみたいなね、そんな言い方する人も結構多いんですけど、ドイツってどうなんですかね。そのだから日本は産業界に、今の再エネの話を例えて言うと、賦課金の減免率っていうのはドイツほど高くないんですよ。やっぱり負担になってるんですよ。やっぱり産業界けしからんって、なんだか知らないけどね、日本ってね、そういう世論が、世論っていうかね、マスコミ世論っていうんですかね、あるんですよ。それはでもドイツもね、あるんですよ。 あるんですけれど、うん、だけれどあるのは承知で、ドイツっていうのはもう昔からずっとですけれど、うん、SPD が、社民党が政権取ろうが、うん、JDU が政権取ろうが、いつでも政府と産業って結託してるんです。やっぱりね、力を合わせてるところがあって、うん、そこのところはね、やっぱりすごいですよ。だからこそあれだけ経済が回ってるんですよね、うん、だから口では言ってなんやかんや言ってますけれど、でもね、ちゃんとね、政府はね、考えてると思いますね。ただどうしても見えない、電力会社が解体崩壊してるじゃないですか。あれがおかしいのと、うん、あと自動車もみんななんかこれからガソリン車やめて、うん、で電気自動車にするとかって言ってますよね、うん、であれがよく分かんなくて、ドイツって自動車産業での国じゃないですか、はい、あれも根源みたいなところだし、はい、その産業を支えた根源が電気なのに、うん、そこのところを今弱めちゃってる、うん、それだけはね、ちょっと私もね、不可解なんですよね。勇み足っていうのがある、はい、あるような気がします。まあ、省略すると、社会主義的な FIT と自由化を同時にやると、誰がどう考えても成立しないんです。すごい省略し、これ長い話になっちゃう。だって FIT って究極の管理家だもん。そう。で、今電力の発電の一番合理的なのが建てられないから、もう五大電力がめちゃくちゃになっちゃってるんですよ、ね。でもね、それね、例えば本当に自然エネルギー入れるのは、まあそれはドイツ殿の勝手なんだけども、うん、こうちょっと冷静に見ると、あんまり自然エネルギーばっかり入れちゃうと、原子力はもちろんそうだし、脱原発なんでしょ、火力発電所だって作れないですよ、ね、今作れてないんですよね、ドイツだって投資しないでしょ、うん、誰も危なっかしい。買ったのは作ってるんでしょ。いやでも買ったの作れないって言ったらだけど、うん、もうね、石炭火力はもうなんかというか、なんか CO2 らしいんですよ、理由はね、うん、なくすって言ってるんですよ、なんかね、とにかく CO2 が多いんだから少ないんだから、それは矛盾なんですよね、うん、私が聞いてるところでは今だいぶ作ってる。あ、そう、作ったんですよ、作ったんだけど、今言ったように2018に止めるっていう政策も走らせてますよね、口だけだと思うんですけれども、これ矛盾なんですよね、誰がどう考えて。でも矛盾はたくさん、うん、要するにね、ドイツはね、日本に比べてずる賢くうまくやってるって話なんだ。いやー、うまくいってないところもたくさん出てきた。いやいや、もちろんそうなんだけど、なんだかんだその日本人は綺麗なところだけ真似しちゃうんだよ。そう、それずるいところも真似しなきゃいけないんだけど、綺麗なところも真似しちゃう、綺麗なところだけ真似する。で、日本のメディアの人は川口さんの本を読んではいるけれども、もっと読まれないといけない。すいません、私あれ買わずに立ち読みで全部読んでしまいました。で、そのまま読んでしまいました。我々ぐらいしか言わないんで、おかしいおかしいおかしいって言わないんですよね。言わないんだよね。おかしいですよね。でもね、ドイツのね、最近の、本当ごく最近ですけれど、少しね、その疑問を呈するようになりましたね。エネルギー政策やっと、うん、それもね、真正面からそれを論じるんじゃなくて、うん、なんか違うことを論じて、高いとか、いや、それ高いっていうのは もちろん言ってます、うん、だけれどそうじゃなくて、まるで違う、例えば難民だとか右翼の話とかしといて、うん、それで、いや、エネルギー脱原発と同じくこれもうまくいかないだろうとみんな分かってるんだけど、だからなんかそれで、えって、そういう人引っかかりますよね、読んでる人が。で、脱原発うまくいってないなって思うじゃないですか。それが狙いなんだろうと思うんですけど、そういう書き方ね、いくつか見ました。実は私は既存メディアの中にいたら、既存メディアに寄稿するんですけれども、そこに合わせざるを得ないんですよね、空気っていうのかな、うんうん、で結構それでフラストレーションがたまるんですけれども、それが強すぎるから全メディアがそうやってずれていっちゃうのかもしれないですよね。けどやっぱりドイツ国民というのはそれでも再エネの拡大に魅力を感じてるんですよね、うん、
やっぱりいいことしてるっていうのが一つと、それからいずれ再エネっていうのは、私もだって別に嫌いなわけでも何でもなくて、いずれは再エネっていうのはやっぱり主流になっていくと思うんです。まだまだ時間はかかると思うけど、その時に自分たちが一番の先端にいる、いて儲けられるっていうのはあると思うんですよ。なるほど。ドイツの再エネ、やっぱり再エネメーカー小さくなっちゃうし、あのなんだっけ、あの会社潰れましたよね、ドイツの、発電パネルメーカー、世界、ね、あーいっぱい潰れてます、はい、パネルのメーカー、価格がこうやって乱高下するから、か、ね、中国のが安いのが、そう、中国のが安くなってしまうんですよね、うん、日本でも今問題になってますけれども、うん、うまくいってないところも結構見えてきたんじゃないかなっていう感じはするんですよね。だけどここまで長くやっててうまくいってないっていうのがやっと見えるっていうのもなんか遅いような気がするよね、うん、でも情報やっぱりかなりこう不足してたからかでしょうかね、うん、産業界って怒らないんですか、まあ、日本もね産業界黙っちゃってるんですよ。再エネで儲かっている人たちも、再エネ産業みたいな、まあ、一つのもう塊となってあるもんで、あ、だからその人たちにしてみればハッピーだ、そう、別に国のエネルギー政策がどうであろうが儲かるわけですよね。この前な、あの別に どんな別に批判するわけではない、そういうもんだと思うんですけど、ドイツのなんだっけな、再エネの映画見たところ、うん、再エネ協会がドバーンって広告出してましたね、うん、映画の中に織り込んでるんで。映画ってどんな映画なんだっけ、あのなんだっけな、ドイツのエネルギー転換とかいう、うん、あ、割とその中身はそのエンターテインメント中よりはちゃんともうドキュメンタリー系ですけど、ま、真面目なそういうあれですか。ただちゃんとお金は流れてましたよね、うん、まあそれを批判するわけじゃないですよ、うん、どういうこともあるか、あれね、多分ね、石井さんね、そういう番組を日本でも作って、再生エネルギーのそのなんか自然エネルギーの財団とか協会が出してもみんなうんと思うんだけど、例えば原子力だとか石炭だとかに電気事業連合会とかが金出すとなんだてめえっての話になるよね。そうですよね。そんなもんなんだよ。で、笑い話がこの前ね、マーンさんが出られた映画なんだっけ、あのガイアのメッセージが311以降15本反原発映画作られたんですって、うん、で初めてあのそれ原子力推進じゃないんですけど、うん、あれ中立に中立に中立がしようと試みた映画ですよね中立が1本なんですって15対1で、それでなんでね、あの脱原発は金に 原子力推進は金が流れてるとか、あの汚染されてるとか言うのかなって僕笑っちゃいましてですね、うん、15対1だったらちょっと逆に脱原発の方が元気じゃんって思ったんですよね、うんうん、ちょっと違うんじゃないの。ただ今お話を聞いてるとまとめに入るとやっぱりドイツも言葉のこわばりって結構あるんだなっていうことが改めて、何言葉の何こわばりというか、なんか空気っていうのがなんか、うん、いやあのね、日本なんて可愛いと思いましたね。そうですかドイツはすごいわ。いや僕あれは日本もみんな怒ってるからネットが流行ってるんじゃないですか、うん、ネット言論の方が強くなってるじゃないですか。ドイツはもっとドイツもね、最近みんなね、あの怒ってるからだんだんあのニュースを信じなくなってる傾向あります。いや、まあトランプさんだけじゃないんですよね、あれ結構僕あれトランプさんがダメだっていうのじゃなくって本質を言ってるんじゃないかなと思って、うん、みんなフラストレーション溜まってるから、ドイツもそうですか。右翼って言われちゃうとか、はい、ポピュリズムって言われちゃう人たちっていうのがいますでしょ、うん、でその人たちがやっぱりこんなの普通のメディアに任せておいたら自分たちのやってる政策とかが悪いとこばっかりこう つまみ出されて、うん、あの変更報道されちゃうから、だからもうあのメディアは自分たちの会議にはもうメディアいりませんって言って、この間あったんですけれど、そしてその代わり別に秘密にするわけじゃなくて、あのこういうあのインターネットの放送で全部自分たちで全部流しますっていう、そういう傾向が少し出てきてますね。それバカにしちゃいけなくて結構本質をなんか ついてるような気がするんですよね、うん、メディアとの、そうとメディアがったりになっちゃって、うん、やっぱりなんかメディアガチンとしますよね、うん、日本ではもう論争が起きてますから。今までメディアと政府っていうのはやっぱり、うん、あの協力してたわけですよね、うん、メディアの方はやっぱり政治家と仲良くしとかないと情報もらえないし、うん、政治家はメディアと仲良くしとかないと悪口書かれるしっていうのがあったから協力してやってたところがあったと思うんですね、はい、でもメディアは中立のふりしてこれの意見があるこういう意見があるって両方言ってますけど、うん、それをまとめてどっち持っていこうかなっていうことはできたわけじゃないですか、うん、メディアの力として第4の勢力って言われてるわけですから、うんうんうん、でそれがこうあのもうあんたメディア入り
りませんと私たちは直接ツイッターでやめますみたいにトランプ大統領みたいなのがいっぱい出てきたらメディアはやっぱり困りますよね。それって1933年も同じことがあったのかなと思ってしまうんですね。ナチスっていうのは自らメディアを持った唯一新しい政党だったんですよね、うん、あそう頭良かったですよね、うんうん、だいやそれをドイツに結びつけちゃうとまたドイツ自身に怒られちゃいますけれども、まあだけど本当マスコミっていうのは組織としてね、そのもうやっぱ儲けなきゃいけないじゃないですか。メディアだってそのそれぞれ会社なんだから、で株式会社も多いわけでしょ。で儲けなきゃいけないので、だけどこれからツイッターだのフェイスブックだのってこうインターネットがもっともっと浸透していったらどうなっちゃうのかな、うん、まあインターネットもログでもないけどね、あのもう何にもないじゃん、倫理もヘチマもないじゃん、まあそうですね、インターネットもログでもないけれども、なんかメディアの方はどうしていくのかね。まあこれもちょっと興味深い話ですよね。ただね、まあ、ドイツで一番最近のちょっとおかしな動きがあって、うん、なんかねフェイクニュースって言って、ああ、はい、それじゃあ自分たちの政府の都合の、まあ、政府がもっとそのインターネットだとかツイッターだとかそういうフェイスブックだとか、うん、かんちゃんとあの嘘ニュースはすぐ24時間怖い、それ結構怖いと思うんですね、あの消さないといけないと法律作ろうって法務大臣が言い始めて、怖いですね。それによって言論 の, あの自由を守るんだか言論の自由を、いやそれはすごい法律だ ね, ね。それでだからその大臣はスペーデンの人で社民党の人なんですけど、うん、社民党内でもこれはいけないっていう意見が出てきてます、うん、だけどそういう動きがあるということはやっぱりかなりこういうあの大手メディアじゃないところの発信するものをに神経質になってるんだ、うん、だからそれだけ影響力が大きくなったっていうことで、9月に総選挙があるから、うん、あ、うん、なるほど、だからそれがあると思うんですね、うん、でなんかね今悪者になってるのはロシアばっかりで、ロシアがなんか発火使ってるとか、うん、悪いニュースになって、まあ、確かにそうです。だからロシアがあれやんなければね、イギリスは離脱してないしトランプも大丈夫になってる、それは逆だと思いますね。言うようなぐらいあのロシア悪者に今なってます、まあ、確かにちょっと悪いところあるかもしれないけど、それ逆方向に触れちゃう。さっきのあれすごいですよね、そのなんか変なこと言ったらそいつは罪に問うとかっていうのは、うん、それは結局ドイツ自身がね、そういう法律を作るとしたら、それはドイツ自身がですよ、ドイツの議会自身がね、司法を信用しないってことだよ、うん、そう、それで、うん、でもだからね、フェイスブックに例えばあの苦情係みたいなのちゃんと置けって言って、でその苦情のところにこのニュースは変だからってすぐ苦情を出したら、フェイスブックが24時間以内に対応しなきゃいけない、もし対応しなかったらそこに罰金取れとか、そういうような法律なんですよ。それフェイスブックじゃなくてフェイクブックだよ、それな。フェイスブックは嫌だって言ってますけどね。そりゃそうでしょ、だってあとフェイスブックのもともとアメリカだもんね、あれ、うん、まあそういうこと、いろ今まで皆さんね、あのドイツについてなんかバラ色のエネルギーの話があったと思う。今日マンさんの生の話聞いて、ちょっと雰囲気違うんじゃないのって。でもね、またそういうと反ドイツとか言われちゃって、すごい辛いところがあるんですよ。全然ないですよ。反で、なぜか僕たちもね、右とか言われるんですけど、うん、右も左もないです。私は右ですよ。そうです。で、こうやって裏切るんだよ。すぐこうやって私は人を裏切るんですけど。右翼でも左翼でも仲良く。まあ、右翼じゃないね。ただね、僕は真ん中じゃないね、自分は。まあ、そういうことを含めて、あのまとめ最後にやっていくと、やっぱりドイツのエネルギー政策かなりどっかで破綻とは言わないまでも修正はあるんじゃないですかね。やっぱりそれはマンさんがずっと考えられているところでしょうか、うん、修正をしないとあの大変なことになると思うから、それはもうでも22年までだからあっという間にでしょ、はい、もうすぐだから分かりますよ。あ、22年ですよ。脱原発の期日設定をしたんですけど、22年までに全部止めるというわけですから。で皆さん、これさっきのグラフ見ていただければ分かるんですけど、まだ 16% か 15%、確かそうそう、あのドイツはもう脱原発でね、原発ゼロですっていうのはあれ嘘だから。で確かに122機が稼働してるんですよ。やってるのでまだね、うん、12機も稼働してる。あ、ごめんなさい、今8機8機か、ごめんなさい、8機でした、ごめんなさい、間違えました、まあ、どっちにしても動いてるってことよ、はい、動いてます。うん、で日本より稼働率がはるかにいいんですよね。確か70、80ぐらいいってるんですよね。そうです、はい、だからちょっと皆さん、あのマー先生の本を読んで、あと石川さんの本も読んでですね、ぜひ。ちなみにですね、日本は再エネ遅れてる遅れてるってみんな言うんだけども、あ、嘘ですからね。日本は水力は世界で大体8位だからね、うん、ベスト10に入ってるんです。あと今世界で一番補助金が高いのは日本ですからね。そうそう、うん、ちなみに2017年の来年度の再生エネルギーの買取価格は2兆8000億かな。恐ろしいですね。もう消費税 1% は2兆5000億だから、消費税 1% を超えちゃってるんですよ。あら、
日本は再エネ賦課金。どうしてみんな待って危機感を感じないんでしょうね。だからあね、経済産業省は何も隠してないんだよ。もうバーンと報道してんだけど、それを伝えるメディアがあんましいないんです。けれどもそれはもう市民の方からね、自分でと情報を取れる時代だから、うん、我々のメディアリテラシーってもちょっと考えなくちゃいけないですよね。そうですね、まあ、では自分で取りに行く、もう Google で引っ張りゃさ、ヤフーでもいいや、出てくんだからさ。で、まあ本当、まあ、マーさん先生この後もね、あの日本に帰られたりいろんな形でドイツのことを発信していただいている、今連載もいくつもありますんでですね、ぜひ皆さんドイツ人いくつもないです最後にちなみに大体1年のうちどんくらいドイツでどんくらい日本なんですか。今ねすごく日本のあれが長くなってますから半分近く日本にいます。あ、そうですか。そうですか。ただまあ生の情報ぜひ皆さんもですね、あの知っていただきたいなと思います。僕もドイツ語勉強したくなりましたんで、またぜひよろしくお願いします。またお時間がある時にいらしていろいろまた教えてください。すいません、あの偉そうなこと言って申し訳ございません。来週は3月29日の17時からですね。来週は水曜日ですから、はい、もしかしたらあのゲストがいらっしゃるかもしれませんので、はい、それはあの、あ、来週のゲストはね、あの竹内純子さんですので、あ、また、はい、水曜日です、はい、じゃあぜひ今度アメリカ話をちょっと注目しましょうかね。わ、うんうん、かりました。またぜひよろしくお願いします、はい、今日は新しい時間ありがとうございました。じゃあ皆さんまた来週どうも。